大規模でできることがまず一つあるのと、まあ、天候のそういう暑い時寒い時の影響が受けないので、野菜にとっても非常に安定して生育できますし、人間も一年通して。太陽光と比較した場合はそういうエネルギーを使ってるんですが、ただそれとその単位面積あたりの生産性ですねとか、まあ、1年間に8回転して、同じ野菜がこう8回も作るとかで、あとはその多段にしますので、その場所スペースの有効活用とか